どうも、赤ポニです。今回は効率的なルピー稼ぎができるミニゲームルーレットのコツの紹介です。それでは早速いきましょう。このミニゲームはマップでいうとここにあるルーレットでプレイ可能です。ただ前提として感謝の気持ちを集めるサブイベントルーレット探しをクリアしておく必要があります。このサブイベント自体の詳しい内容について知りたい方は以前作成した動画のリンクを説明欄に貼っておきますので参考にしてみてください。でこのゲームの概要を説明しておくと、1プレイ20ルピー中心の大砲で打ち上げられる、ダイビング中にリングを通った分倍率が上がっていく、ただしボールに当たると倍率は1に戻る、着地点のマスが表すルピーの価値に通ったリング分のボーナスをかけた賞金がもらえる、マスには0ルピーとマイナス10ルピーもあるというものですね。着地点の最高金額のマスは赤青柄の50ルピーで、空中にあるリングは5つ、かつ全部通った際の最大倍率は10倍なので、リングを5つ通った上で50ルピーのマスに着地すれば10倍の500ルピーの賞金を獲得できるということになります。なので狙って取れるようになればかなり効率的な金策にもなるというわけですね。ちなみにリングを全部通って50ルピーのマスへ初回着地した場合はハートのかけらももらえます。というわけでコツです。コツはね、2つあって、1つ目は移動はなるべく細かくするですね。スティックを傾けた状態は落下速度が上がってしまうのでコントロールがしにくくなってしまいます。なので少しずつ傾けて微調整しながら移動させるようにするとリングを全部取りやすくなるかと思います。それとね、リングを取った後はなるべく中心に戻ってくるように意識しておくとその後の対処もしやすくなるのでおすすめですね。コツ2つ目は最後のリングを通る瞬間に50ルピーのマスの位置を確認するというものですね。おおよそではあるんですが、最後のリングを取った瞬間と着地時点のルーレットの位置はだいたい同じになります。つまり最後のリングを通った瞬間に50ルピーがどの位置にあるかを見ておいて、でそこに着地できるように位置調整をすることで50ルピーのマスに着地できる確率を上げるわけですね。ただここで一つ注意点があって、自分の位置と50ルピーのマスの位置が離れすぎている場合、要は大きくスティックを傾けなければならないような場合ですが、こうなるとね、加速してしまうことになるので高確率でずれてしまいます。なので最後のリングを通るときはなるべく中心のあたりに位置取りしておいて、少し微調整するだけで50ルピーのマスへの位置取りができるようにしておくと確率を上げられると思います。難しいように感じますが、何度かプレイしてね、感覚さえ掴んでしまえばそこからはぐっと成功率上がると思うので試してみてもらえればと思います。はい、この動画少しでも参考になると思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたピッ。